天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。織田家は木津川口の戦いに勝利。半兵の死などの不幸はあったものの、秀吉の毛利家攻略も順調に進んでおり、信長の天下は定まりつつあった。その秀吉ら毛利攻略軍の陣中に突如驚くべき知らせが舞い込んだ。明智光秀の謀反に遭い、織田信長本能寺に散る。次の天下を定めるため、太平の世を導くため、官兵衛は信長の死に戸惑う秀吉の元を訪れた。信長は死んだ。早急に天下は定めねばならぬ。第三は山崎の戦い。手段は選ばぬ。光秀が謀反、信長が撃たれたと。ないない、そらなしじゃろ。ご運が開かれましたな。これまであなたは天下の火種の一つに過ぎなかった。だがそれが変わった。信長という絶対者がついえた今、世を制すべきは誰か。万人の上に立つ器、動員しうる兵力、他国を制する地の利、天下、あなたに勝る支配者は存在しない。終着至極に存じます。お前、情に準じて気を逸し、世を戦乱に戻すならそれは罪悪だ。忠義面結構。忠義の名のもと、信長のあなたの天下を揺るがす火種を踏み潰されよう。信長様の夢、わしが形にしちゃる。わしのやり方で天下取っちゃる。全てがあの山に住んだ。この戦、あの天王山を取った者が勝った。秀吉殿と戦い、勝たねばならぬのです。我ら、そして信長様が目指した戦なき地平のため。信長様の旧敵、明智光秀を討つんじゃ。信長様の夢、わしが形にしてみせるぞ。これに勝てば秀吉様が天下に最も近づく。そういう意味では明智光秀を信じてくる。太平がため、ついえよ。攻撃開始！天王山の敵は、劣勢は否めない。皆、天王山を奪い返すのです。守りを固めろ！天王山を渡せ。敵を追い払ってくれ。
を当たり敵の本体を吸収するのです。行くぞ。ドヒャー、なんで急に敵が現れるんじゃ。邪魔者は全て消し去る。迅速に。天王山付近もあらかた片付け、次は敵陣を崩す。光秀は自分で歩むと決めた。俺は友として光秀を助けるのみ。またくだらぬ感傷だ。光秀、志を貫け。死の間際に意志を押し付けられて迷惑なものだなあ。もはや
これまでのようです。ですが、私と共に立った者たちは報いねばなりません。すべての功、私が背負いましょう。開門！半兵衛みたく怠けたね。天下は己の力だけで動いてはいない。知るでこせ。その日も渡らえず、無邪気なもので。お見事！この程度で誇れる気はせんぞ。私は天下人に変えてしまった。だがこれで太平を導き出せるのだ。半兵衛よ、火種は潰す。それだけだな。